鈴木博は日本の元競泳選手。1952年ヘルシンキオリンピック競泳男子100メートル自由型、男子800メートル自由型リレー銀メダリスト。愛知県岡崎市元のみ町に生まれる。原点は友人と泳いだ太平川という遊びであっても夢中で泳ぎを磨いた。高校時代は1936年に 岡崎市立連塾小学校に新設された市内最初のプールで練習を行った愛知県立岡崎北高等学校在学中の1950年8月東在抗高校高水泳大会で100メートル自由型で3位を記録同年9月第5回国民体育大会の100メートル自由型で3位を記録日本大学第三高等学校水泳部の熱烈な 勧誘を受け、1951年3月、同行に転校。1952年、ヘルシンキオリンピックで銀メダルを2種目で獲得。1954年、競泳アジア競技大会で金メダルを獲得。1956年、日本大学経済学部卒業。1956年メルボルンオリンピックにも選手として出場した。 引退後、日通障子専務を務めた。出身地の岡崎市から、三州岡崎青市民に認定されている。2008年の時点では、50年ぶりに、故郷の岡崎市に戻ったと記している。ありがとうございます。